ナンバーアンダーラインアイの有明公演で衝撃発表新ファンネーム ILYZ の秘密とは翔くんのフライングパフォーマンスが話題沸騰ライブの裏側を徹底解説ナンバーアンダーラインアイの有明公演は多くのファンにとって特別な瞬間となりましたこのライブでは新たなファンネーム ILYZ が発表され さらに彼らの熱意と創造性を感じさせる自作ラップも披露されましたこの記事ではその背景や舞台裏について掘り下げ n ンバーアン Underline Eye がどのようにしてファンと深いつながりを築いているのかを探ります n ンバーアン Underline Eye のメンバー特に将軍のフライングパフォーマンスは観客を驚かせるだけでなく彼の身体能力とエンターテインメント性の高さを証明しました 彼の膝への負担を軽減するために、地上ではなく空中でのパフォーマンスを選んだことは、彼の健康を考慮した賢明な決断と言えるでしょう。また、岸くんや神宮寺君のアクロバティックな動きも、ステージングの一環として計算されており、海外のファンにもアピールできるような演出が盛り込まれていました。ファンネーム ILYZ の発表は、特に注目を集めました。これは アイラブユーを略したもので、ファンとの親密な関係を象徴しています。ナンバーアンダーラインアイがファンをどれだけ大切にしているか、このネーミングからも伝わってきます。彼らの英語力を活かしたこの略語は、世界中のファンに通じるユニバーサルなメッセージとなっています。ライブ中の舞台は、まるでパズルのように前後左右に移動し、観客を驚かせました。 特にブローユアーカバーのパフォーマンスでは翔くんが舞台上での着替えを披露しその一瞬で会場は熱気に包まれましたファンからは幸せ興奮するなどの声が聞かれ彼らの感動がひしひしと伝わってきますこの公演には多くの地方ファンも参加し現地に行けなかったファンも一緒に楽しむことができました岸くんのワイワイイエーというユーモア溢れるコメントや 他のメンバーのパフォーマンスはファンとの距離を縮める要素となっていますナンバーアンダーライン I のステージは観客一人一人を引き込む力を持っておりその一体感は他に類を見ないものですまたファンネーム i l イ s はファンダム全体を指すものであり複数形のラベアスという形で表現されていますこれは ファン一人一人が大切にされているというメッセージを込めたものです英語が得意なファンも多くこれが初めて知った略語であることに驚き感動していましたファンからは「夢の続きを歌ってくれる」という期待の声も上がりライブの最後まで彼らのパフォーマンスに心を奪われ続けました「i l y s は友達や家族恋人同士の間でカジュアルに使われる 『アイラブ・ユー』の短縮形としても知られていますこのようにナンバーアンダーラインアイはファンに対してカジュアルでありながら深い愛情を持って接していますこのネーミングには彼らのファンに対する思いやりが詰まっています有明公演ではライブの途中でサプライズ発表がありましたラップでのファンネームの発表は観客にとって大きな驚きと喜びでした この瞬間はファンにとって忘れられない思い出となり彼らの応援する気持ちがさらに強くなりましたメンバーがファンに向けて愛を込めて歌う姿は観客一人一人の心に深く刻まれました翔く君のフライングパフォーマンスは彼の運動神経とエンターテインメント性を最大限に生かしたものでした彼の膝への負担を考慮したこの演出は彼の健康を守りつつ ファンに最高のパフォーマンスを届けるための工夫が感じられますまた神宮寺くんのバク転などアクロバティックな動きも取り入れられ観客を魅了しましたステージングは海外でのパフォーマンスも意識しており国際的なファン層に対してもアピールできる内容となっていましたこのようにナンバーアンダーラインアイは国内外を問わずファンとのつながりを大切にしています 彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントにとどまらず観客との絆を深める重要な要素となっています有明公演に参加できなかったファンもライブの映像や SNS での共有を通じて少しでもその雰囲気を味わうことができましたファン同士が情報を共有し合い共に感動を分かち合う姿はまさにファンダムの理想的な形です彼らのステージは 見逃したファンにとっても楽しめるものでありその一体感は特別なものです岸君のユーモアあふれるコメントや他のメンバーの個性豊かなパフォーマンスはファンにとって大きな魅力となっています彼らのステージングは観客一人一人を引き込む力を持っておりその一体感は他に類を見ないものですファンネーム i l イズはファンとメンバーの絆を象徴するものであり 彼らの愛情が伝わってきますこのようにナンバーアンダーライン・ア、no. イはファンとのつながりを非常に大切にしておりその愛情はライブパフォーマンスの中でも強く感じられますファン一人一人が特別な存在であることを示す彼らの姿勢は今後も多くの人々を魅了し続けるでしょう有明公演はその一例として多くの感動を生み出しました 今後も彼らの活動に注目し、さらに深い絆を築いていくことでしょう。ファンネーム i l i s を通じて n ン,ン,ンア i とファンの関係は一層強固なものとなり、共に歩んでいく未来に期待が膨らみます。ファンの皆さんも彼らの成長と共に新たな感動を体験していくことでしょう。n ン,ン,ンア i のファンとのつながりはライブパフォーマンスだけにとどまりません。 彼らは SNS やファンクラブを通じて、常にファンとコミュニケーションを取り続けています。これにより、ファンは日常的に彼らの活動を追いかけ、共感や応援のメッセージを送ることができます。特に SNS での投稿は、メンバーの日常や舞台裏の様子を垣間見ることができる貴重な機会です。彼らの素顔を知ることで、ファンとの距離がさらに縮まります。 ファンクラブではメンバーのスペシャルメッセージや限定コンテンツが提供されておりファンにとって特別な体験を提供していますここでしか手に入らない情報やグッズイベントへの優先参加権などファンクラブメンバーだけの特典が用意されているためファンにとって加入する価値が非常に高いのですナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人がファンを大切に思い 彼らの期待に応えるために努力していることがこうした活動からも伝わってきます例えばライブの後には必ず感謝のメッセージを投稿しファンの応援に対して感謝の意を示すことを忘れませんまたライブの準備段階やリハーサルの様子も公開することでファンにとっての裏側を見せることで親近感を与えていますこのようなファンとの双方向のコミュニケーションは 彼らの人気を支える重要な要素となっています特に若い世代のファンは SNS でのリアルタイムなやりとりを通じてより深く彼らの世界に入り込むことができるため強い支持を得ていますファンはメンバーと一緒に成長し共に喜びや感動を分かち合うことができるのですまた No. Underline I は社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます チャリティーイベントや募金活動を通じて社会に対する責任を果たす姿勢は多くのファンにとって尊敬の対象となっています彼らの影響力を利用してさまざまな社会問題に対する意識を高めることはアーティストとしての使命の一部と捉えています例えば自然災害が発生した際には被災地支援のための募金活動を呼びかけたり復興イベントに参加することで 直接的な支援を行っていますこのような活動を通じて彼らはファンに対しても社会的な責任をを果たすす重要性を伝えていますファンにとって彼らの行動は単なるエンターテインメントを超えた社会的なロールモデルとしての価値を持っています。